おう、お前に寂しい思いはさせん。これからは家族みんなで幸せになるんだ。いや、元気でいてくれたならそれでいいんだけど。そのために俺はお前を一人残してでも探し求めたんだからな。あ、な、俺の妻をお前の母親になるべきふさわしい女性をな。4年も家を空けた理由がそれなの？勝手に決めたのは悪いと思っている。だが、いいよ、父さんが決めた人なら僕は反対なんてしないよ。たく、お前は物分かりが良すぎるぞ。やめてよ父さん。この子が真央くんなのね。はじめまして、有馬しおりです。今日からあなたの母親として一緒に生活することになりました。よろしくね、真央くん。いや、それは。私、真央くんに会えることをとても楽しみにしてたのよ。しおり、ま、そうじゃないんだ、僕は。あら、おはよう、真央くん。おはようございます。はじめさんはもう会社に行っちゃったわよ。いただきます。お口に合わない？いや、そんなことはないよ。うまっ。よかった。これからはママがうんと作ってあげるわね。女性が苦手？ああ、特に異性を意識した相手だとこの有様だ。真央は母親を亡くしてからは自分の気持ちを抑え込んで生きてきたんだ。母親を愛したい、愛されたいという当たり前の感情を押し殺して。かわいそうな真央くん、この子にはその思いを受け止める人が必要なのね。真央くんのことは私に任せていただけませんか？しかし、押さえつけてきた感情がいつ爆発するかわからん状態だ。少々危険かと思うが。私は真央くんをあなたの息子を一生愛し続けると決めました。それぐらいの覚悟はとっくにできてます。さすがは俺の女房だ。しおりさん？あら、ごめんなさい。あ、そうそう、真央くん今日はお休みだったらこの辺りを案内してほしいんだけど。大丈夫だよ。よかった。それじゃあすぐに支度するわね。こんにちは、木の崎さん。あ、こんにちは、黒川さん。もう、二人だけの時は学生の頃みたいに前でいいですよ。でも、君にはもうご主人がいるわけだし。知ってますよ。お待たせ、真央くん。あら、どちら様？彼女は高校の後輩で、今は旦那さんと隣に住んでるんだ。あの、失礼ですが、先輩、木之崎さんとはどのような関係でしょうか？あら、ごめんなさい。私、この子の母親です。びっくりした。先輩に年上の彼女ができたのかと思った。ちょっとしおりさん、くっつきすぎだよ。あら、ママが知らない町で迷子になっていいの？そういえば、まだアパートの共同風呂の説明をしてなかったよね。お風呂？まあ素敵、これなら家族みんなで入れそうね。
いや、父さんと二人でどうぞ。もう、どうしてそんな意地悪言うの？はい、はい、わかりましたわ。真央くん、はじめさん今日は遅くなるみたい。父さんも大変だな。だから、今日は二人でお風呂に入りましょうね。うん、いいよって。真央くん優しい。真央くん大好き。ぎゃあ、やっぱり。ああ、もう大の男が泣くな。俺が行けばいいんだな。何かあったんですか？実は会社でトラブルがあってな、今すぐ出張しなきゃならん。まあ、おそらく1ヶ月ほど帰ってこれないだろう。1ヶ月も？すまないが、魔王のこと頼んだぞ、しおり。よし、いいかな。時間大丈夫かな？そろそろ起こしに。直樹、おはよう。今日も元気か？パンできた？できたよ。美味しそう。あんがと、いただくわ。母さん、明日からは社員旅行でしょ？準備は済んでるの？あとは今夜の晩餐だけ。それは準備に含まれるの？今夜はしーちゃんも来るから、いつもより品目多めにお願いできるかな。しーちゃん、たまには一緒にご飯食べたいじゃない。はあ、母さんの親友で、何の偶然か母さんと同じ年に独り身になってしまった人。母さんとは違って死別。ナオボーの作った料理一緒に食べよう。うん、おいしそう。お腹空いた。母さんはしおりさんのことをしーちゃんと呼び、しおりさんは母さんのことをあーちゃんと呼ぶ。アリサだからあーちゃんだ。知らなかった。それはすごいね。しーちゃん、今日泊まってくでしょ？そうしちゃおうかな。じゃあ行ってくるからね。行ってらっしゃい。これでオナニーし放題だ。もう昼か。お腹空いたな。はーい。お腹空いた？うん。しおりさんも分かってここに来たんじゃないのか？ただいま。ちょ、多くない？これ名産だっけ？いんや、関係ないけど、売ってて美味しそうだったから。そう言って。まるで何もなかったみたいに。でも確かにあった。あーちゃんに悪いわね。だね。母さんも来られればよかったけど、残業で忙しいらしいから。どうしたの？いや。しおりさん、酔ってる？ゆっくり。分かってるって。息、休憩していこっか。休憩？あんたって子は私の親友なのよ。子供ができちゃったって何してんのよ。まったく。おっす、おはようさん、ゆうと。そうだぜ、遠慮なんかしなくていいって。それじゃあ、いつも子供らの面倒を見てくれるゆうとに、力仕事とか旦那代わりにいろいろしてくれているゆうとくんに、感謝の気持ちと誕生日のお祝いの気持ちを込めて、乾杯！
誕生日を祝ってもらえるのは嬉しいけれど、可愛がられてるだけってのも男扱いされてないよ。ちょっと、なんで私の恥ずかしい話ばっかり。ほらほら、大丈夫ゆうとくん、モテそうなのにね。ねえ、ゆうくんかわいいのに。どうして彼女いないのかね。いや、全然モテませんから。それに同年代の女の子ってピンとこないんだよな。俺としてはもっと年上の方が。また一つ大人になったゆうとに、今年こそ彼女ができることを願いつつ、乾杯。乾杯。でもなんか落ち着かなくて。まったく、今日はうんとわがままになっていいんだぜ。ったく、そんないい子のユートにはご褒美をやらないとな。誕生日プレ、こうして俺と3人の奥様たちの熱い熱い夏休みが始まった。片付け終わりました。昼間あんなその変なお願いまでしちゃったのに。風呂入っていけよ。今日お邪魔しに行くわね。から気をつけて行ってくるんだよ。ごめんね、ゆうくん。子供たちの面倒も見てもらっちゃって。いいんですよ。ご主人忙しそうだし、まこさんにはいつもお世話になって。おはようさ、ゆうと。おはよう、ゆうとくん。ゆうくん、おはよう。おはようございます。え、それって、まこさんも？Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamy when he lick me. I go hard in the cunt, Biggie fries, give me the loot. I'm a cunty millionaire, bitches ain't got the guts. C-O-U-T-H, cause you can't spell it. If I call him, then he coming home, swallowing Derek Kidda. Bitches, my feet ain't cut because I swear to bottom feet, that's how you know that.